はい、皆様、こんにちは。皆様と、山でお会いしたんですけれども、その他の方たちにも、この、3回目の剣についてですね、お話ししていきたいと思います。はい、今、日本はすごく暑いですけれども、皆さん、熱中症になってませんか？大丈夫ですか？先週、剣の方に行ったときは、立山の、温度ですね、気温が、確か18度台だったと思います。18.6とか7とか。すごく過ごしやすかったんですけどもね、やっぱり下界に降りてくると、ものすごいことになってますよね。今日もなんか38度ぐらいまで行ってますよね。はい。ということで、外国にお友達が、結構いらっしゃるので、ちょっと英語と、あとポルトガル語、それも交えてね、お話ししていきたいと思うので、ちょっと長めになってしまうんですけども、なるたけ簡潔にお話ししていきたいと思います。はい。で、なぜ3回目の剣というふうにね、強調してるかというとですね、1回目はですね、10年くらい前に行ったんですけども、その時は、ガイドさん付きのグループだったので、あまり自由にね、お写真とか撮れなくて、ちょっと残念だったんですね。で、天気もあまり良くなかったんです。で、2回目の時は、天気すごくいい時を狙っていったんですけれども、モバイルバッテリーが上がってしまってですね、調子が悪くて、1枚の写真も撮れなかったんです。ということで、3度目の正直としてですね、絶対行くぞと思ってたら、コロナが蔓延し始めましてね、そして今年になってしまったわけなんですよね。ということで、3回目の剣だけ、これで最後にしようと思ってるんですけどもね、本当に魅力的な美しい山ですよね、力強い、いい感じの山ですよね。ということで、これは私のにこの日本の自然シリーズの7回目としてですね、2回目も剣だけだったんですけどもね、はい、そんな感じで、ここで皆様にちょっとお話しさせていただきたいと思います。So, how are you, everybody? This is my third 剣 mountain climbing. 剣 is in the Northern Alps of Japan. And I'll talk in Portuguese and Japanese, ok? Então, gente, como vai? Tudo bem? Eu fui de novo a essa montanha, Tsurugi Dake. É um pico muito bonito e também não é tão fácil de você subir, mas vale a pena. Então, eu vou mostrando a cada trecho, né, da escalada, com fotos e vídeos. Então, eu subi essa montanha na semana passada, dia 1º de agosto, e descendo no dia 2 de agosto. Então, vamos lá. はい、ということでですね、始めていきたいと思います。で、こちらはですね、8月の1日なんですけども、朝の4時48分になります。で、こちらは剣山荘の裏のところからこうやって登山口になってましてですね、もうここに見えてますけれどもね、はい。剣山荘に泊まりまして、前日に。そして朝、4時48分出発ということでですね、こんな感じで、まだ朝早いって感じですよね。でももうヘッドランプいらない時間帯になってます。So, this is a starting point to Tsurugi Dake Mountain. So, let's begin climbing. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa escalada. はい。で、こちらはですね、登山口付近からの日の出の様子なんですけれども、こんな感じですね。すごい綺麗です。ご来光を見たわけではないですけれども、もうちょっと時間経ってますのでね、5時ですのでね、朝5時。で、登山口からちょっと歩いたらもうこんな感じの、景色が見えてきました。So this is the sunrise viewed from the foot of the Tsurugi Dake.
Isso aqui é o nascer do sol visto do sopé da montanha, ainda pertinho do local da partida. ということで、こちらにですね、登山マップ、2枚のうちの1枚目ですね。ちょっと長い、ルートになるので、半分こになってます。ということで、登山口はですね、ここにあります。剣山荘。ここに剣沢という沢があってですね、こちらが剣沢小屋になります。で、こちらの方に行くと、室堂に向かって歩いていくことになります。ですね。で、こちらではですね、鎖場の1、2、3、4と、ここまで紹介してます。で、鎖場の4を過ぎると、今度は前剣に向かうことになります。いいですね。で、全部で13の鎖場があるんですけども、まずこの最初のマップ、4番までの、鎖場の紹介になります。で、大体ですね、時間がですね、こんな感じで、剣沢、じゃなくて、剣山荘からですね、はい、大体ここの一服剣というところがあるんですけど、35分かかってます。そして、一服剣からですね、前剣、前剣とも言うんですけど、前剣まで大体1時間かかってますね。はい、1時間プラス35分って感じです。で、こちらの剣沢小屋からですね、この剣山荘まではだいたい35分ぐらいですね、歩いて。はい、そんな感じです。ということで、剣岳を目指す方は、その35分をですね、もったいないので、剣山荘にもう先の前日に行っちゃって、ここに泊まって行っちゃうって感じの人が多いような気がしますね。はい、私も最初の、1回目に行った時は、こちらの剣沢小屋に泊まりまして、で、朝4時ぐらいに起きて、で、登山口に向かったって感じですね。で、2回目からは剣山荘。で、今回も剣山荘です。So, this is the starting point, 剣山荘 hut. This. It is located at 2,460 meters high. And there are chain sections from number 1, 2, 3, 4. So we have 13 chain sections. So this map is showing only 1, 2, 4. Ok? Então, gente, aqui é o local da partida, da escalada. É o alojamento Kenzan-so. Aqui. E este alojamento fica a 2.460 metros de altitude. E daqui para o Maitsurugi, é um outro pico menor. Nós temos quatro correntes, trechos com correntes. Um, dois, três, quatro. Quer dizer, trechos concorrentes significam que eles são locais um pouco difíceis, né? Por isso que tem correntes, para auxiliar os alpinistas. はい。ということで、5時9分になりました。で、一番最初の1番目の鎖場です。一番最初の、プレートがこれですね。はい。ということで、今日もいい天気です。さあ、登ろうということで。This is the chain section number one. Isso aqui é o trecho concorrente número um. Good weather. Let's enjoy climbing. Dia lindo para escalada. Então, vamos lá. はい、5時20分になりました。登り続けてます。まだね、1番目から5番目ぐらいまでのチェーンはですね、鎖場は難しいことはありません。でも、その先がだんだん難しくなってくるので、足慣らしとしてですね、しっかりと、あまり鎖に頼らずにですね、
岩をしっかり掴むようにして登る、足場をしっかり確保しながら登るというね、そういうのに慣れていく、ことが大事かなって思います。そう、5:20 a.m. and this is the chain section number 2. Sessão concorrentes número 2. Então vamos continuar a subir. E isso aqui é uma flor muito bonita. Às 5:27, eu avistei esta flor. Então eu parei e bati foto. É linda essa flor. Ai, ということでね、5時27分です。剱岳のフロントに咲く花々、もう少し写真に撮ってきました。これは鎖場の3番目付近のシャクナゲになります。プレートの3番っていうのをね、見過ごしたのか何か、写真撮るの忘れてました。でもちょうどそのあたりなんですね。はい。で、普通はね、この時期シャクナゲはもう終わってるんですけれども、運よく私のために咲いててくれました。という感じで写真を撮りました。So, this is the flower blossoms of Tsurugi-dake Mountain. The name of this flower is Rhododendron flower. Nearby the solid rock chain section number 3 on the rocky ridge. Então, o nome desta flor é Rhododendron e fica ao redor do trecho concorrente sobre a rocha sólida número 3. Em geral, esta flor termina de abrir, de florescer em julho, mas por sorte ainda estava aqui. Então eu bati foto. はい、こちらは5時43分になります。で、こちらはですね、車ユリと白山風呂ですね。はい。私は高山植物の名前すべて覚えてるわけじゃないんですけども、この白山風呂とこの車ユリは知ってました。その前のシャクナゲもそうなんですけどね。もう本当にいろいろなね、高山植物があるんですよ。で、本当に綺麗だし、あと日本の登山者ですね、絶対に花をへし折ったりしないんですよね。素晴らしいことだと思います。だからこうやって残っててくれるんですよね。この白山風呂ってね、白山にいっぱい咲いてるんですけども、だから白山って名前がついてるんですけども、剱岳にも結構ね、咲いてましたよ。いろんなところに。はい。So, this is the flower blossoms of 剱岳 Mountain. This is Lilium medeoloides. And this is the Geranium iessoense var. Nipônico. Então, estou falando aqui, chamando com o nome latino, porque é o nome científico, né, dessas flores aqui. Mas o nome em japonês, isso aqui é Kurumayuri, isso aqui é o lírio, Lilium medeoloides, e essa aqui é Hakusan furo. O nome latino científico é Geranium iessoense var. Nipônico. São bonitinhas, né? はい。ということで、こちらはだんだん少し高度が上がってきてますよ。鎖場の3番目付近なんですけれども、5時45分になります。はい。もう出発してですね、1時間近く経ってますね。はい。This is the view nearby the solid rock chain section number 3 on the Rocky Ridge. Isso aqui é a vista do trecho concorrente sobre a rocha sólida número 3. Então, já está começando a ver, vocês conseguem ver panoramas e vistas com certa altitude. はい、6時46分になります。はい、こちらが、鎖場の4番になります。はい、もうだんだん岩場が増えてきますね。
で、だんだん植物がなくなってきます。So this is the chain section number four. Aqui é o trecho com correntes número 4. Então, o local está ficando cada vez mais rochoso e a vegetação também já está ficando precária.6時58分です。これは全県の頂上ですね。前剣の頂上になります。This is the summit of the 前剣。It is 2,813 meters high. 2813メーターのところに位置しています。Então, estamos no pico, no cume do pico de 前剣、com 2.813 metros. Então, antes de você alcançar a montanha Tsurugi Dake, você vai ter que passar por aqui também, que é também um outro pico, mas que não é tão alto, né? ということで、7時2分です。7時2分になるとですね、もう全県を通り過ぎているので、全県が目隠しをしていたんですけども、全県の後ろ側にいたこの剣岳が姿をドーンと現します。ということで、やっと剣が見えたという感じです。So, at 7:02 a.m., at last, I could see the 剣岳 mountain, this mountain. Até que enfim pude ver o cume da montanha que estou subindo. O nome da montanha é Tsurugi Dake. Ok? ということで、もう全県に到達したので、2番目のマップになります。2の2になります。で、全県の頂上からね、ここが全県の頂上ですよね。前剣ですね。頂上まで、鎖場の5、6、7、8、9とありまして、で、剣岳の頂上に向かいます。で、剣岳の頂上でしばらくですね、景色を楽しんだ後、今度は下りになります。下りには鎖場、やっぱり油断できません。鎖場があります。10番。これがカニの横ばいですね。で、カニの縦ばいと呼ばれている、この、9番。9番目の、鎖場なんですけどね。こちらはやっぱり登るのに10分ぐらいかかるんですよね。50メートルくらいなんですけどね。で、こちらはカニの横ばいが終わってですね、崖っぷちをこう、張ってですね、カニのように張って、でも鎖があるので、鎖頼りにですね、張ってですね、そして終わると、途端にこの、垂直はしごが現れます。で、その後ですね、11番目の、鎖場があってですね、あと12番目の、鎖場があります。平蔵の頭というところの裏になりますけどね。で、最後の13番目の鎖場がこちらになります。全県のですね、ちょっと行ったところにある、ここですね。すごい崖っぷちのようなすごいところです。ということで、This is the hiking trail to the Tsurugi Dake Mountain number 2. This is Zenken, Mae Tsurugi. And then we have chain sections 5, 6, 7, 8, 9, and summit of Tsurugi Dake, 2,999 meters high. And then after enjoying the beautiful view, you will begin descending. And then you will find chain sections number 10, 11, 12, and 13. And after the chain section 10, you will find this ladder. Very steep ladder. Okay? So from the top of my Tsurugi, 2,813 meters here to the summit of Tsurugi Dake, 2,999 meters.
chain sections 5 to 9 are upwards, and 10 to 13 are downwards. Então, gente, do topo do pico de Mae Tsurugi, aqui, com 2.813 metros, ao cume de Tsurugi Daké, com 2.999 metros. Então, os trechos concorrentes de 5 a 9, 5, 6, 7, 8, 9 e o cume, o topo da montanha. Depois, na descida, nós temos trechos concorrentes 10, 11, 12, 13. E depois desse trecho concorrentes 10, nós temos esse tipo escada, escada bem vertical, dá medo, porque fica numa altura bastante grande, né? Mas se você segurar direitinho, não tem medo, tá? はい、ということで、7時7分になります。7時7分ということで、もう全県を越えてですね、全県の谷に架かる鉄の橋、これですね、鉄の橋。これね、結構ね、スケスケなんですよ。近くに行けばわかるんですけどね。で、その下がもうすごい断崖絶壁なので、恐ろしいんです。だいたい渡るのが、まあ4メートルぐらいあるんですけどね、幅が何センチかな、これ。40センチくらいかな。そのぐらいの感じですよ。はい。だから、私は剣岳で一番怖いとこはどこですかって聞かれたら、ここと答えたいと思います。全県の谷に架かるこの鉄の橋と、あとここにプレートがあります。5番目のプレート、鎖場。で、もちろんね、こういうふうに鎖場だから鎖があるので、こうやって人がいるときはね、この人がこちらの、一つ一つに、3人も4人もって言ったらものすごい危ないことになるので、順番子でですね、1人が終わったら次の人がここ行くって感じでやっていきます。ということで、私は2人の方を待ってここに待機してます。で、ちょうど写真が撮れたのでよかったです。So, this is, the bridge over the Zenken Valley, and this is the section, chain section number 5. E aqui é a ponte sobre o Vale de Zenken e o trecho concorrente número 5. Esse trecho é bastante longo e vai indo até aqui no topo. Depois você vai ter que descer desse local aqui para o outro lado. Então, subir uma montanha não é só você ir subindo, subindo, subindo. Você tem que subir e descer, subir e descer. ということで、こちらがですね、そのプレートになります。これが鎖場の5番目のプレートになります。はい。7時9分ということですね。全県の5番目の鎖場です。So, this is the chain section number 5. Trecho de Zenken concorrentes número 5. Tá? Então, ということで、こちらはですね、その時に私が撮ったビデオになりますけども、スマホをですね、私は普通のスマホしか持ってなくて、スマホをブラウスの左側のポケット、きちきちで突っ込んでですね、で、きちきちだから落っこちる心配はないんですけれども、ただ操作はできないですよね。向きを変えたり。だからもう、左側の胸のポケットに突っ込んだままオンにして、ビデオをオンにして、そして登りましたので、その時の映像がこちらになります。はい。So, this is the chain section number 5. Aqui é o trecho de Zenken concorrentes número 5. E vamos dar uma olhada aqui.
Enfiei o meu celular no bolso esquerdo da minha blusa. Então, eu não estou tirando assim, mudando de ângulo. O celular está aqui dentro do bolso. Então, mexe assim, junto comigo. はい、ということで、そこを過ぎましてですね、今度は、鎖場の6番目になります。7時16分です。So, this is a chain section number 6. Aqui é o trecho concorrentes número 6. Então, você já subiu e você já deu uma volta naquela rocha e atingiu essa parte aqui, o trecho número 6. はい、皆さん、こちら、美しいと思いませんか？こちらが全県の窓と呼ばれている場所で、ちょうどですね、この岩山の岩のこの隙間が V 字になってましてね、その V 字が、から見えるこの景色が素晴らしいんですよね。V 字カットっていうんですかね、全県の窓と呼ばれている場所です。はい、7時20分ですね。So, this is 7:20 a.m. This is the place called 全県の窓。The window of 全県。Aqui é a janela do 全県。Linda paisagem, não é? はい。7時54分になりました。こちらはですね、平蔵の頭、鎖場の第7番目になります。はい。So this is the 平蔵の頭、chain section number 7. Então, aqui, gente, é o trecho concorrentes número 7. Se chama Heizo no Kashira. É a cabeça do Heizo. Heizo é o nome do homem, do alpinista bem antigo. Tá? はい、8時4分になりました。こちらはですね、第8番目の鎖場になります。This is a chain section number 8. Trecho concorrentes número 8. Vamos ir continuando a subir. はい。8時11分になりました。こちらがですね、カニの立て映えのプレート。鎖場の第9番目になります。ということで、頑張って登っていきたいと思います。で、こちら、3人ぐらい前に人がいたので、続けてね、登っていくのはまずいのでね。一人一人上まで行って、また次の番っていう感じで登ってたので、ちょっとね、時間を食いましたね。はい。So, this is the chain section number 9. It is called the Crab's Vertical Climb. Então, gente, aqui é o nono trecho concorrente, que se chama Cani no Tatebai. Cani no Tatebai. Cani significa caranguejo. Tatebai é vertical. Então, o caranguejo que vai andando na vertical. Subida vertical do caranguejo. Ainda tem uma pessoa aqui em cima, subindo. Dá para ver a mochila dele, né? Então, 8時17分になりました。はい。で、こちらはですね、先ほどの、カニの立て映え。そこの、写真をですね、ちょっとこちら側から撮ってみました。人がまだ登ってるのでね、待ち時間を利用してね。はい。
So this is the chain section number 9, the crab's vertical climb. This is the ninth chain section. We're 50 meters high. According to the video, I took 9 minutes and 47 seconds to climb it. Então, gente, aqui, este trecho tem 50 metros de altitude. É uma rocha contínua, maciça. E levei quase 10 minutos subindo, usando unhas e dentes. Mentira. É, usando as minhas pernas e braços e mãos, tá bom?私も結構ね、のどくさいんですよ。そう、3時半？うわー、私まだ爆睡中だったわ。でもね、いいのよ、マイペースでね、それが一番です。マイペース守らないとね、やっぱ絶対危険なことになる。じゃあ、ゆっくりですけど。最初からなんかね、やばいですよ。もう何回来てもね、やばいです。A gente procura sempre subir agarrando na rocha e não ficar sempre pendurada nas correntes, sabe? Porque é mais seguro você segurar as rochas.時々考え込んでですね、止まって考え込んで、どの岩に捕まろうかって、一瞬立ち止まることがあります。どうにもならない時はですね、鎖に頼るって感じですけどね、大体が岩に捕まった方が確実に登っていけますね。I'm trying not to rely much on the chain because it is more safe to grasp the rocks than the chain.
Eu filmei com o meu celular, enfiando no bolso da minha blusa, no bolso do lado esquerdo. Então, eu não estou segurando o meu celular para filmar. This change section is 50 meters high and the chain has finished and now we have only rocks. この第9の鎖輪っていうのは最後まで鎖があるわけではないので、最後のところは全部、岩だけになります。はい、もう上に到達しましたね。はい、ということで、8時34分です。こちらが、もう鎖場が終わっているところですね。で、下りのカニの横ばいの第10番目のプレートがここから見えてますけどもね。はい、こちらは下り専用なので、私たちはこちらは行かないです。ひたすら登ります。So this is the end of chain section number 9, the crab's vertical climb. Então, gente, aqui é o fim da subida do trecho número 9. Pode-se ver a placa número 10 da descida, mas é contramão, então a gente só passa aqui depois. Agora vamos continuar a subida. はい、8時50分になりました。ひたすら登っていきます。こういう感じです。で、なかなかつかないんですよね。もうすぐかいって感じなんですけどね。で、もう本当にあともうちょっとなんですよね。So, we are almost there. Já estamos quase chegando no topo da montanha, no cume da montanha. Até que enfim. やったね。3回目の剣岳。到達成功。So, my third climbing to the summit of 剣岳.
Esse aqui é a minha terceira conquista ao Pico de Tsurugi-Dake. 9 e 12 da manhã. 9, 12 AM. 9時12分に到達ですね。はい。ということで、4時48分とかに出発してからですね、5、6、7、8、9。5時間もかかってますよね。結構今回はね、待ち時間があったんですよね。カニの立て映えだけじゃなくて、全県の、トラバースのところであったりとか、結構待ち時間があったので、そういうのもあるかなって感じですね。でも、頂上からの景色、こんな感じです。Beautiful view。はい。で、剱岳頂上のですね、眺めなんですけども、これ9時12分からだいたい9時25分ぐらいまでね、10分間ぐらいしかいなかったですね。はい。こんなに苦労して登って、もうちょっと長くいたいなぁなんて思ったりもするんだけどね。後があるのでね。はい。で、10年前とか8年前とか私来てるんですけども、その時はね、このプレートが、こう、2つ、2種類しかなかったんですよ。で、今回私登ったら、まあ、手書きの皆様、アルピニストたちが、ここに寄贈していくんだと思うんですけども、剱岳のこういうね、プレート、すごくたくさん置いてありました。賑やかでした。これなんかもね、すごい素敵なんですけど、これだったら風が吹いても飛ばないだろうなっていう、そんな感じですね。でも、その他のこういう板のとかってよく飛ばないなって思いますね。強風がね、吹いた時とか、これは大丈夫だと思いますよ。あと、雪が降って、もう厳寒の時期になった時は、全部これ、多分雪で覆われちゃうんだと思いますけどね。はい。こちらも頂上からのですね、景色です。たくさん撮りましたし、ビデオも撮ったんですけどもね、ビデオってあんまりこちらに載せるとですね、重たくなりすぎてしまうので、別個にですね、また出していきますので、その時はまたどうぞご覧くださいませ。頂上なら頂上って書いてありますんでね。もっと見るっていうところからどうぞ見てください。So this is the panoramic view from 剱岳summit. Isso aqui é a vista panorâmica do cume de 剱岳. Em geral, montanhas famosas do Japão sempre têm no cume este tipo de templinho, um templo, né? Tipo templo shintoísta. Então, se for uma montanha mais baixa, não tem essas coisas, mas como são montanhas assim famosas, então tem esses templinhos. それでは9時38分になります。もう下山を始めてちょっと経ってますね。もう9時38分です。こちらが祠の後ろ側になりますね。はい。続々と10人ぐらいね、頂上にはいましたけれどもね。ということで、剱岳さようならという感じでですね、剱岳最後の見納めありがとうという感じです。さすがにね、もうね、3回目なので、もう3度目の正直で、1回目の時は写真が撮れなかった、グループだったのでね。で、2回目の時は、モバイルバッテリーがダメだった。で、3度目の正直として、コロナがあったのでずっと待たされて今回だったんですよ。で、こんな素晴らしい天気に恵まれてね、ビデオも撮れたし、写真も撮れたので、本当にありがとうって感じです。So, bye, 剱岳。Adeus, minha querida. Obrigada. で、こちらはですね、下りの絶景になりますけれども、こちらが9時39分。こちらが9時58分ということで、刻々とね、景色が変わってくるのがわかると思いますけれども、こんな感じですね。Então, gente, aqui é a vista panorâmica. Enquanto eu estou descendo, estou tirando foto. Aqui às 9h39 da manhã. Aqui 9h58 da manhã.
Dia lindo mesmo, sem muita nuvem, é dia muito claro. はい。ということで、カニの横ばいに到達です。はい、10番目の鎖場ですね。で、カニの横ばいというのは縦ばいと違ってですね、本当に横に、伝っていくんですけど、岩を。でも横に伝っていくまでが結構ね、険しくなってて、下りなんですけどね。はい。結構下の恐ろしい崖っぷちなので、ちょっと怖いかなって思います。はい。だから全県のね、トラバースのところもすごく怖いんですけども、このカニの横ばいもね、結構怖いですね。カニの縦ばいはね、怖いっていうよりかね、結構上りがずっと続くので、持久力がないとちょっとまずいですよね。だから持久力を自分でつけてから登らないと、ちょっとまずいかなって思います。でも、普段ね、いつもきちっと運動をなさってる方とか、心がけて階段を上り下りしたりとかね、してる方は大丈夫だと思います。ということで、こちらがカニの横ばいのプレートになります。So this is the chain section number 10, the crab's horizontal traverse. Então, aqui, gente, é a placa do número do trecho das correntes, número 10. Tá? Então, aqui está indo na direção do número. Já está começando a descer aquele trecho. はい、こちらがカニの横ばいに到達する、まず垂直の、下りで、それから今度右側に張っていくっていう感じなんですよね。鎖をたどりながら。ではご覧ください。So, this is the chain section number 9. カニの横ばい。
Aqui, gente, é o trecho concorrentes número 9. Não, número 10. Que se chama Kani no Yokubae. Então, a gente vai seguindo assim, na direção à esquerda, com o guia dessa corrente aqui. E tem um espacinho bem fininho, para você botar o seu pé. A ponta do seu pé. Mas não dá para enfiar todo o seu pé. Mas tem lugar para você botar o pé. ここはですね、足の先しか入らないんですけども、岩のちょっとしたくぼみなんですけどね。で、足すべてがかかるわけではないので、しっかりと一歩一歩を進めていかないといけないです。はい、もうカニの横ばい終わりました。So this is the end of the chain section. Number 10. E ainda tem dois alpinistas que estão tentando descer a escada. There are two alpinists that are going downwards the ladder after passing the stairs. So I have to wait. This is a ladder. はい、こちらが垂直はしごになります。カニの横ばいを過ぎてすぐに現れます。すごい高度感ですのでね。高所恐怖症の人はちょっと無理かもしれないです。でも一歩一歩がね、しっかり自分で確実に進めていければ大丈夫な山ですね。こちらがですね、カニの横ばい直後の垂直はしごになります。こちらですね。はい。So, this is the vertical ladder at 10:12 a.m. This is the chain section number 11 at 10:26 a.m. ということで、カニの横ばい直後の垂直はしご、そして、鎖場の11番ということですね。Então, depois daquela travessa, daquela passagem, vocês têm esta escada e depois outro trecho com correntes número 11.
で、こちらが、その垂直はしごになります。Então, gente, vamos descer esta escada. So, let's go downwards this ladder. この垂直はしごを降りていきましょう。山の場合はですね、はしごは横を持たないで、必ず自分の足の踏むところをですね、手でがっしり持ちながら、下るのが正解です。槍とかね、奥穂とかにも必ずありますけれどもね、こういう垂直はしご。絶対横は持ったらダメです。滑っちゃうので。山に来るたびに思うんですけどね、こういうはしごとか、鎖をしっかりと固定してくださってる方たち、本当に頭が下がります。本当にきちっと私たちが危険に遭わないようにですね、維持管理をしてくださってるんですよね。本当にありがたいと思います。後で家に戻ってきて気がついたんですけど、私のズボンのですね、後ろのポケットの脇のところがちょっと破れてました。やっぱりこういう岩にちょっと引っ掛けたんでしょうね。知らないうちにね。そんな感じで。継ぎはぎすることにしました。お疲れ様です。
休みしよう。ここはいいですよね、日陰でね。これからもうカンカン水だから辛いわ。喉乾くし。天気がいいのが一番ですよ。だって悪かったらもう本当ね、ストレスがプラスになるからね。プラス3倍ぐらい。気をつけて。
まだ雪が残ってますね。There is a snow. Ainda tem neve do inverno. E acho que eles não vão derreter. E vai ficar o ano todo assim. E vem o inverno, aí a montanha toda fica coberta de neve. Mesmo no verão, não derretem tudo.下山とはいえ、登ったり、降りたり、また登ったりってするんですよね、剣岳はね。So, I'm descending, but sometimes you have to climb again, and then you go down. You have to repeat this process many times. É descida, mas você tem que subir. Essa montanha é muito grande, então tem muitos locais assim. Mas é a rota para você voltar para o ponto de partida. こんな感じでいつもね、岩をですね、登って降りて、登って降りてって感じですね。剣岳はね。下りなんだけども、登らないといけない。でも必ずこういう印がね、ついてるので、本当に助かりますよね。このビデオずっとつけっぱなしだったっていうのを忘れてました。でも、まあ、登山の様子がこの方がよおく待わたせかしりまてすすよみね。ませんでした。ごめんなさい。気をつけて。こちらがケルンの広場と言われている場所ですね。10時47分。こちらが設計。先ほども通ってきましたけども、10時55分ということでですね。はい。下山中なんですけどもね。下山中なのに、ものすごい岩山をまた登っているって感じですよね。So, this is 10:47 a.m. and this is 10:55 a.m. Still descending. Então, eu estou descendo a montanha, mas mesmo na descida, você tem subida. Você tem que ir agarrando as rochas para subir, para depois você descer. E assim você vai se aproximando ao seu ponto de partida. De こちらがですね、下りの鎖場、第12番目になります。平蔵の頭と、あと、こちらが第13番目の鎖場、最後の鎖場になりますね。剣の門、
前剣の門ですね。前剣の門という場所になります。こういうふうに、下山というふうにお結界でくださってますけども、登るんですよ。これ全部登るんですよ。下山なんだけど。そんな感じです。So this is the se chain section number 12, number 12 at 10:33 a.m. and this is the number 13 chain section at 11:17 a.m. So, então, gente, aqui é a placa número 12 e aqui é a placa número 13 dos trechos concorrentes. 12 e 13. Esse 13º é o último trecho concorrentes, quer dizer, é o local mais difícil, já se foram. São 13 trechos concorrentes, né? はい。下山の景色、全県の登山道と一服剣からの剣山荘の眺めです。This is the Zenken Trail 1124, and this is the Kenzan-so from Ippuku Tsurugi 1256 AM. ということでですね。Então, aqui é ainda a trilha de descida, que fica do lado do Zenken Maitsurugi, e aqui é a vista do nosso alojamento, né? Kenzan-so, visto de Ippuku Tsurugi, o local, o primeiro pico, né? 12:56. ということで、私の3回目の剣岳登山、いかがでしたでしょうか？こちらはその、ちょっとしたレポートになります。This is the overview of the 剣岳 hike. 最後までご視聴ありがとうございました。で、要所ごとの動画はもっと見るからご覧ください。Please watch the video of the chain sections from Show More. And this is the overview of the 剣岳 hike. 標高差なんですけども、the elevation difference from 室堂2450メーター2,450 meters high to Kenzan-so. Kenzan-so is at the height of 2,500 meters. で、Ippuku Tsurugi. This is the first low peak, 2,618 meters. And then we have Zenken or Maetsurugi with 2,813 meters high.ということで、全県が2813メーターです。で、剣岳を目指すわけですが、剣岳は2999メーターになります。So, 剣岳、the summit of 剣岳 is 2,999 meters. So, from 室堂 to 剣岳 summit is 549 meters climbing. ということで、標高差は室堂からですね、549メーターになります。で、皆様が気になる費用ですけど、宿泊費用、accommodation cost. The first day, 7月31日に剣山荘に泊まりました。剣山荘 hut. 40,000, 1万4000円です。One night with dinner and breakfast included. で、1泊で夕飯と朝ごはん付きです。The second day, 2日目は8月の1日になります。で、剣岳に登って降りて、そして、剣御前小屋に泊まりました。で、剣御前小屋はですね、1万2500円で、One night with dinner and breakfast included. So, August 1st, I went to this 剣御前小屋 and including Dinner and breakfast was 12,500 yen. ということで、宿泊費の合計が、The total of accommodation cost was
26,500 円。で、交通費はですね、transportation expenses。行きはですね、名古屋駅から富山駅まで夜行バスで行きました。ナイトバス、5,000 円。And from 富山 to 室戸、I went, by the bus from 富山 station to 室戸。Round trip was 9,000 円。で、帰りは富山駅から名古屋駅まで、5,500 円。5,500 円。夜行バスではなくて普通の、夕方のバスです。ということで、交通費の合計、Total of Transportation Expenses, was 19,500. 19,500円です。で、その他ですね、Other Expenses。御厨ヶ池温泉に、最後の日に、ちょっと寄りましてですね、室堂のちょっと手前にあるんですけど、Hot Spring 御厨ヶ池温泉。1,000 yen for a bath. そして飲み物、1000円。私はコカ・コーラが好きなので、山小屋だとコカ・コーラ1本500円です。ですので、2日分で1000円です。あと、もうザックが重すぎて、もう無理だったので、宅急便で2500円も出してですね、こういうところに私はお金を使うんですよ。室堂の、ホテルのところでですね、出させていただきました。2500円で。で、ちょっと軽々と、小さな荷物を持ってですね、バスに乗り込んだというわけです。ということで、その他の、ものが4,500円になってますね。温泉代とか、航空代とか、宅急便代とか。で、剣岳登山に要した今回の費用合計ですけども、はい、5,500円でした。そう。The total expenses was 50,500 yen. Então, gente, o que eu gastei desta vez para hospedagem? 26.500 ienes. E transporte? 19.500. E outras? De você tomar banho no onsen, etc, etc, né? Então, deu ao todo 50.500 ienes. ということで、いかがでしたでしょうか？今回の剣岳。はい、もう最後にしようと思ってますが、はい、よく目に焼き付けてきました。So, thank you very much for watching. And if you liked this video, I hope you come here to 剣岳. Okay? Então, gente, muito obrigado por assistir. E esta montanha é muito legal, muito bonita, mas não é fácil, tá? Então, se vocês vão subir, eu espero que vocês vão bem preparados, fisicamente e também psicologicamente. Se for psicologicamente meio frágil, também não dá para você aguentar tudo, tá bom? Então, um abraço. Tchau. These are the videos about the Japanese nature, environment, and Portuguese conversation for doctors in Japanese, Portuguese, Spanish, and English. So my channel is MM Channel. And if you'd like to take a look, please look at Show More. Okay? So bye bye.